はい、あ、まずお名前から伺ってもよろしいでしょうか。はい、山田真一でございます。はい、所属というか、出馬をされる際の党派は、はいはい、NHK から国民を守る党でございます。はい、はい、今回、出馬をされるに至った経緯というのを教えていただけますでしょうか。はい、まあもちろんね、当選目的ではないんですが。当選目的ではない。うん、もうこう言うとね、怒っちゃう人もいるんですが、はい、まあこれはこれで意味があることでして、はい、NHK 党から、まあ大勢出すという、30人と言ってました、はい、24人か30人か分かりませんけれども、はい、大勢出して、まず、選挙をお祭りのようにして盛り上げようと、うんうん、このことによって、まあ若者や、ね、政治に興味がない人、うん、投票に行かない人に、うん、こういくら言葉で言っても、うん、アピールできないんですが、こうお祭りにしたり目立つことによって関心を持っていただいて、まあ、結果的に選挙や政治に興味を持っていただければいいかなと思っております。うん、もちろん NHK 党の公約、 NHK から国民を守るということを大前提に、広報してまいります。うん、はい、その、まあ、たくさんの方を、一つの団体から、はい、立候補するっていうことで、はい、まあ、当選するのはお一人なんだけど、そうですね、同じ党派というか団体からたくさん出るっていうのは、はい、これ、まあ、一般の方からしたら、はい、非常に理解に苦しむというか、まあ、これは一言で言うと頭がおかしいと思われると思うんですけどもね、うん、同じ党ですからね、しかも、はい、うん、まあ、でもそれはそれで、まあ、今回はねポスター掲示場ジャックっていうのもありますので、はい、皆様の目に留まるところで、うん、まあ、ポスター掲示場がおかしなことになっていると、うん、まあ、今日あたりでもねテレビのニュースでも話題になっているようですが、うん、ポスター掲示場がこれ貼るところが足りないんじゃないかということになってます。うん、でもちろんねこれ無駄にねポスター掲示場が大きくなるわけですよ。一人しか受からないわけですから、うんうん、これについてやはりご意見がある方もいらっしゃると思うんですが、我々 NHK 党はこのポスター掲示場そのものが非効率だからやめてしまおうと、うん、そこまでセットにしてやっておりますので、うん、今回はこのようにねポスター掲示場をジャックしますけども、うん、まあ、4年後のね都知事選ではもうポスター掲示場システム自体がなくなるんではないかということを見越してやっております。うん、そう、なくなった先っていうのはどういうふうになるのイメージなんでしょう。また有権者にね、いや立候補者の公約などをアピールする手段としては、まあ、ポスター掲示場だけではなくインターネットメディア自分の発信力を生かすということをしてほしいと思うんです。で、政治家は発信力だと、党首立花は常日頃言っております。発信力がない政治家はダメだと。なので自分のメディアを持ってですね、マスコミに負けない自分の発信をすることができる政治家が優れている政治家だというところまで考えております。ですからポスター掲示場というね旧態依然としたものには頼らずに、自分で発信していこうということでございます。まあ、今回、今現在その都内に、設置されているポスター掲示場、まあ、1万4000箇所以上あって最大48枠まで、対応できるようにはなってるんですけど、はいはい、それがさらに増えることで、はい、まあ、追加の経費っていうのが、はい、億単位ぐらいで経費がかかってしまうんですけれども、はい、そうですね、まあ、それはそれぞれの方が、立候補されるので結果的に足りなくなるっていうことなんですけど、はい、そこでその追加の経費が生じてしまうっていうことについてはどのように思われますか。はい、これはねもうこのルールだから仕方がないですね。じゃあねポスター掲示場が足りないから立候補をしないでくださいとは言えませんから、誰もね被選挙権を止めることは誰にもできませんから、立候補する権利を行使することはとても大事なことですから仕方がないと思います。必要経費です。だからそれが非効率だと思えば皆さんの総意で国民の総意でやめていけばいいということになると思います。はい、まあ、都知事選だけやめるわけにもいかないでしょうからね、うん、それはもう今後の選挙、うん、そのもの、でも市議会議員選挙でも結構大きい掲示板になりますからね、うん、だから、まあ、
ずっとこのままでいいのかっていう考えるきっかけにはなると思います。だから今回お金がかかるのはもうそれは仕方がないと思います。現在、まあ、今回都知事選になるわけなんですけど、はい、現在の、都政への評価っていうのはどのように、はい、まあ私はあの小池都知事が公約達成、はい、あの度が低いということは、まあ、それは私もそういう思いはありますが、しかし、まあまあ、平和な日本で平和な東京ということが実現できているという意味では、うん、まあ、消去法的であっても皆さんが選ばれてきた、選んできたっていうのは、まあ、一定の理解はしております、うん、まあそうなんでしょうね。やはり皆さんこの人っていうのはないんでしょうけども、まあ、小池さんでいいかなっていう方が多いからそういうふうになっているので、まあ、今回は分かりませんけどね、うん、私もあの立候補を予定しているものとしてですね、その小池さんを全てあの肯定するわけにもいかないですが、はい、あのまあ、それなりにあの無事に任期を全うされたなとは思いますけど、ただ情報公開に関しては、はい、あまりできていないかなとは思いますね。あの山田さんご自身がその訴えたい、はい、有権者の方に、はい、伝えたい政策っていうのはどんなものがありますか。はい、まあ、私自身はですね、はい、まあ、もちろん NHK 党ですから、うん、NHK から国民を守るワンイシューではあるんですが、うん、ただこの我々の政治のやり方、まあ、今回の政治、選挙をお祭りにしてポスター掲示上ジャックをするのもそうですが、今まで同じ人が投票してるから変わらないわけです。既得権化するわけです。同じような政治家がずっと変わらずやっていると。これを変えるために皆さん変えたいと思っている方は多いと思うんですが、じゃあどうしたら変わるのかっていったら我々みたいなね、あの新しい手法があってもいいのではないかということで、やってます。で、まあ、私はそんなあの駒として出ると思ってます。駒でいいんです。それによってですね、あの NHK 党に少しでも関心を持っていただいた方が、国会議員2人、浜田議員と斎藤議員が国会で、質問しているのをちょっとでも見ていただければ、あ、割とまともなことを言ってるのかなっていうのを気づいていただければ、まあ、これ我々新しい政治をやってると思ってますから、あのそれに気づいていただければいいと思います。あの都知事選もあのきっかけなんです。あのこれが、アピール、これをね、あのアピールすることによって、あの都知事選というのは全国区にあのある意味宣伝になりますので、まあ、来年の参議院議員選挙にもこの手法があの応用できればいいなということに、考えております。まあ、あの選挙をお祭りにして、まあ、関心を持ってもらいたいっていうことですけど、その作戦が成功したか失敗したかっていうのは、はい、こうなんていうんですかね、勝敗ラインというか、はい、投票率がどれぐらい上がったら、はい、この作戦が成功したとか、そういう数値目標みたいなものはあるんですか。今回はないと思います、うん、あの都知事選に関しては、うん、どれだけ皆さんの心に響いたか、これはいい意味でも悪い意味でもです。もちろん叱りは受けると思いますが、うんうん、あの今回ポスターをあの皆様に貼っていただく権利っていうのを、うん、ご寄付によって、うん、あの実現しようとしてます、うん、この手法ができれば他の選挙にも使えます。あの来年の参議院議員選挙でも使えるかもしれません、うん、あのまあ、予行演習って言ってはなんですけども、あの前例を作るわけです、うん、まあ、もちろんだから同じポスターを30枚貼ることがね、うん、法的にどうなんだっていう人もいますけども、これはあの合法なんですね、うん、でそれをやはり手探りでやってるわけです。あの例えば4年前もあの堀江さんのポスターなど3枚貼りました、はいはいはい、これも結構あのお叱りも受けましたし、はい、物議を醸したんですけども、うん、これも大丈夫でした、うん、これを発展させたのが今回です、うん、これを発展させてまた来年の参議院議員選挙に使えるかもしれない、うん、この、 あのちゃんと法律にのっとってできるかどうかを手探りでやりながらやってるわけです。あのこれね、言葉で言ってもなかなか難しいわけですよ。だからやってみせてるわけですね、うん、やってみせて、あ、こういうやり方があるんだな、うん、後で分かるわけです、うん、誰もやらないことをやるっていうのが当主立場 の、うん、あのユニークなところで
ですね、うんうん、だから勝敗ラインとしてはですね、うん、来年の参院議員選挙で国政政党の要件満たせるか、うん、まあ 2% 取れるかどうかがまあ一番の戦いだと思いますね、うんうんうん、そのための都知事選だと思います、うんうんはい、やっぱりその世間の人から批判があるっていうのが、はい、ひしひしと感じますか。承知しております、はいうん、私電話も受けておりますので、うんはい、ただ 2% なんですよ。我々の支持者 2% あれば国政政党になるので、うん、多くの方が反対されてても、うん、まあそれは仕方がないです、うん、2% とにかく取りたいです、うん、それによって実は政治は真面目にやってる。これは私も困って先ほど言いましたけども、うん、選挙に出る人と実際に政治をやる人を分けて考えてますから、うん、まあ、要するに選挙に出る人は目立って票が取れる人、うん、議席が取れる人がやってくれればよくて、うん、で、まあ、党首立花が当選した参議院議員選挙で浜田が繰り上がって、はい、で、2022年でガーシーが当選して、はい、この時もお叱り受けましたけども結局、斉藤議員が今やってるわけです。でこの浜田と斉藤の、2人が今真面目にやってるっていうのを見ていただければ、あ、選挙ではまあある意味ふざけてるようにしか見えないんだけども実際議員になった人は真面目にやってんだなっていうことを結果として見せたいんです、うんうん、だからそのために私も出てます、うんうん、はい。浜田さんご自身が仮にこう当選をされたら、はいはいはい、そのうん、ちゃんと真面目にやられる。そうですね、これは繰り上がりがないですからね自分がやるしかないんですが、うん、今言ったようなことではね、言うと私はもう駒なので政策は NHK 党の、 シンクタンクみたいな、うん、NHK 党の政策を私は乗っかるだけになります、うんうん、だから私自身はその都知事が務まるかということを言われれば、まあ、務まるか分かりませんけども、うん、ただこうちゃんとこう国政もやっている政党ですから、うん、都政も、地方の、政治もみんなひっくるめて私はそれを、周到してやっていきます、はい、都政においてその NHK から、はいはい、まあ都民を守るっていうのは、これは具体的に言うとどういうことになるんですか。はい、これはもう東京都に限らないことですが、うん、もう全国的にですね、やはり、納得して受信料払っている方が少ないわけですね。NHK は、78% は払ってるっていうんですが、とてもそのように思えないんですよね。お知り合いの方に聞いても払ってない方とても多いと思うんですよ、うん、まあ、好きで払ってる人は止めませんが、うん、いやいや払わされているという方が多いわけです、うん、この方をお守りするっていうのが私どもの公約ですから、うん、東京都でも同じようにやっていきます、うん、でですね、ただお金を払わないだけの話ではありません、うん、NHK 党は NHK をぶっ壊すと言ってますけども、これはもうマスコミの弊害にも、うん、通じることで、 NHK はこのマスコミの親玉です。で当初は考えていることはですね、テレビは核兵器にも勝る武器だと、うん、テレビは国民を洗脳する装置だと、うん、テレビは国民の知るべき真実を隠しますと、このように言ってます、おととしの参議院議員選挙では、あるテレビ局でこれを言ったら生放送からマイクを切られてしまったという事件がありました。とても恐ろしいことです。生放送でこのようなことが行われました。テーマから逸脱している発言はやめてくださいという理由でした。しかしこの時のテーマは国の安全どう守るということでした。このマスコミの恐ろしい姿をその時に見せることができたわけですよ。この危機感はとても大きいです。ですから NHK がね、皆様の納得いくような報道をしているかどうか、皆様が必要な放送をしているのかどうか、皆様に考えていただきたいです。払いたくない人が多いっていうのはその結果だと思います。ですからNHK から国民を守るっていうのはお金を払うだけではなくて、そういった深い意味が込められていると考えています。実際にこの、はい、まあ、選挙戦に入ってからなんですけれども、はいはい、どういった活動を予定されていますか。これはですね、当初は何もしなくていいって言ってます。何もしなくていい、何もしない、はい、うん、
あれですね、私はね、選挙3回目なんですけども、はい、やっぱりやったことがない人がやたらにやっても余計なことになってもいけないですよね。今いや公選法とかね、皆さん厳しい目がありますから。で、まあ得票を目的としてるわけでもないわけですよ。ポスターが貼れればいいわけです、うん、だから30人立候補するコマです、うん、30枚貼れますから、うん、なので、まあ、何もしなくてもいいということですね、うんうん、だからポスターを貼って、選挙候補と政見放送ができるわけですから、うん、もうそれで十分と当初は考えているようです、うんはい、山田さんご自身は 何かやりますか。まあ、私はやろうと思えばできるんですけど、具体的には、ね、公選ビラ作らないんで配るものがないんですよ。ビラを作らない、はい、そうです。まあ、演説はできますから、はい、まあ、してもいいんですけども、まあ、どうですかね。音声テープがあるんですよ、はい、NHK に受信料を支払わない方をお守りするというような内容の、はい、あとは NHK 撃退シールっていうのを配ってますから、はいはい、それをお配りしますっていうようなテープを車から流して駅前に置いとくと、うん、それで目立つっていうぐらいですかね。うん、配るものがNHK 撃退シールはもう小紙ビラにして、配れるかもしれないんですが、うん、あんまり積極的にやらないかもしれないです。あとはですね、コールセンター の折り返し担当を私もやってますから、はい、いろんな電話がかかってくると思うんですよ、うん、選挙は宣伝そのものですから、うん、NHK 党の、ね、活動選挙を見てですね、相談ももちろんありますし、お叱りの提案もあると思います、うん、これを一本一本丁寧にちゃんと対応しなくてはいけないので、私も駅前に車を止めて、うん、選挙カーから音を出しつつ、うん、電話を受けるというような、うん、ことで結構精一杯かなと思いますね。じゃあコールセンターで、コールセンターの折り返しが飛んでくるので、うん、それを順番に取っていくと、うん、多分そんなイメージでいますね、うん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 、今回その選挙戦なので勝ち負けが出ると思うんですけど、はい、勝算はありますか。これは、今日の、ね、ニュースの先ほどの、ね、ポスター掲示場が足りないって言われてますよね。結構これで結構勝ってるんですよ。あ、もうすでに話題になってるわけですから、うんうんうん、ポスター掲示場おかしいよねっていう問題提起がヒットしてるわけですから、うん、ある意味これ勝ちなんですよね、うん、票でだけではないですから、うん、そういった意味では当選目的ではないんですが、うん、票に結びつかないかもしれないんですが、うん、こう皆様が考えてもらうことのきっかけになればいいと思っています、うんうん、で我々のメッセージ、お金がかかって無駄に思えるかもしれないけど、これそのものをやめませんかっていうメッセージを気づいていただければいいなと思って、うん、それで勝利ですね結構、うんうんはい、で政見放送も、できる、人によってはうまくアピールできれば、うん、とても効率のいい宣伝になりますから、うん、それも、皆さんに見ていただきたいと思っています。うんうんうん、まあ、選挙の機能って、まあ、当選をする人を、はい、決めるっていう機能のほかに、はいはい、まあ、それぞれの方が社会に対して訴えたいことを、伝えるっていう機能もあると思うんですけど、はい、今回の、山田さんの立候補っていうのは、はい、当選を目的としていない立候補って言い切ってしまってもいいわけです。言い切ってもいいです。言い切ってもいいです。まあこれはね、だからまあ、これでお叱りを受けることもあるんですがね、はい、まあ、ニュースにもなりました、当選を目的としない人が選挙に出るのはいかがなものかという、うんかね、意見があるのも承知しておりますが、うん、表現の自由というのもありますからね、うん、表現の自由を行使するだけのことですから、これ権利ですから、うん、誰も止めることができないわけですよ、うん、まあ、選挙中になれば多少音がうるさくても、うん、止めることはできないわけですから、うん、これはもう大事な権利、どなたでも選挙に出ることができるっていうのはもう大事なことなので、これを誰かが止めようとするっていうのは大きな間違いですね、うん、はい、そういう意味ではこう批判を受けても、はい、ご自身はぶれないっていう感じです。ある意味ですね、うん、そうご意見をおっしゃる方いらっしゃいますけど、じゃあご自身も出たらいかがですかっていうふうに思いますね。
これほど世間にアピールできるチャンスがあるわけですよ。これはまあ各選挙でもそうですし、まあ、都知事選なんか特に目立つわけです。だから世に問いたいことがある方はご自身でやったらいかがですかって私も思いますけどね。文句言うんだったら自分でやったらって思います、うん、はい。今回3回目の立候補、はい、選挙にお出になることによって、はい、後悔したこととか、はい、出なければよかったなって思ったようなことってありますか？全くないですね。ないですか、はい、だから、まあ、今も言ったように、まあ、あなたが出ればいいんじゃないかなっていうのは一つの答えでして、どこにねぶつけていいのか、自分の気持ちをどこにぶつけていいのか、国の省庁にね意見を言っても誰も聞いてくれないと、そういう気持ちがあるんだったらもう自分で動くしかないじゃないですか。まあ、選挙はそういうアピール手段としてはとても有効なものですし、まあ、我々 NHK 党としては一般の都民や国民の方の、意見、国の省庁に質問をしたい、調べ事をしたいっていう場合にですね、国会議員の権限を解放しております。これは NHK 党の諸派党構想政治版といいまして、浜田参議院議員が名前をつけて皆様の質問状を国の省庁に投げます。だから絶対に返事が来ます。お役人さんが一生懸命調べてくれます。そういう個人でも国会議員の権限を使って、国に質問したり意見したりできます。請願を出したいときは浜田議員が大体ほとんど請願の紹介議員になってくれます、質問ももちろんそうです、参議院法制局に法律の調べをすることもできますし、国会図書館で、調べ事をすることもできます。だから法案をね、その法案が通るかどうかは別として、その過去の法案や過去の事例を調べることもできますから、国や都のことに関して、あと、まあ、情報公開などしたい場合、国会議員の権限をぜひ使っていただきたいと思います。テーマによっては浜田議員や斉藤議員が国会で、取り上げてくれるかもしれません、はい、だからそうですね、まあ、意見がある方はご自身でやるフィールドは用意しておりますということでございます。今回選挙にあたって、はい、その供託金は党の方から、はい、はい、これは党です、はい。じゃあ山田さんご自身の自己負担っていうのは、はい、ありません、はい。だからそういった意味でも選挙運動は何もせんでいいっていうことです。もうビラも何ももらえませんから、タスキは出るみたいですけど、うん、まあそんなもんですね、うん、ポスターも自分のポスターではありませんし、うん、それと党のポスターっていう党が用意して皆さんにポスターを貼る権利をご寄付をいただいた方にお渡しするので、うん、それで貼っていただくと、うん、30枚、まあ、最大30枚ですけど、うん、同じポスターを貼るということなので、うん、私自身のポスターはございません、うん、はい、ありがとうございます、はい。